こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は新規果実酒会、こちらの果物を果実酒にしていきたいと思います。こちらはグアバという果物でございます。いい香り。グアバは暖かい場所が好きな果物になります。今回のグアバはメルカリで沖縄から出品されているのを取り寄せました。でも本州の人でも一度は名前を聞いたことがあるかと思います。だってグアバといえばピザーラで売っているあのグアバジュースの元になる果物ですから。はい、こちらが近くからの映像です。皮の色は黄色がかった緑色、皮はふかふかした手触りです。といっても実は、このグアバは1週間くらい追熟させたものです。届いた最初はもっと緑色で皮が硬かったです。このように皮が柔らかくなって匂いが強くなる頃が食べ頃なのだそう。どんな匂いかというと、まあ、端的にはピザーラのグアバジュースの匂いですね。青いトマトのような青臭い香りと南国の甘い芳香が巧みに溶け合ったうっとりする香り。グアバの皮が青かった頃はもっと青トマト臭が強かったです。果実酒にする前にグアバの味見をやっていきたいと思います。では切っていきます。はい、おお、鮮やかなピンク色。グアバジュースそのままの色ですね。グアバは品種によって皮の色も果肉の色も多種多様であるそうですが、今回のは皮が緑で果肉がピンクという一番標準なタイプです。では食べていきます。おお、これは外から嗅いだ時の甘い香りが口いっぱいに広がります。しかし香りが甘いけど味はそこまで甘くないです。糖分の量がそんなでもないっていうことですね。結構意外、柿にやや劣るぐらいの糖分に感じます。まあ、香りはいい香りなので美味しいとは感じます。ただほら、このように小粒の種がいっぱい入っていて、これがサクランボの種のごとくに硬いんです。それが噛んでいる時に結構邪魔になります。ほら、こんなにも硬い。種は果肉全体に拡散されて均等に入っているようです。こういうことからジュースにされることが多いわけですね。沖縄の人はみんな知ってるのかな。まあ、もう種は飲んじゃうことにしました。はい、ごちそうさま。まあ、全体的には美味しかった。グアバはグアバジュースそのままの濃厚な甘いいい香りがしました。果実酒にした味も期待大です。では早速グアバ酒の漬け込み取り掛かっていきたいと思います。ではまずは果物をきれいに洗っていきます。そして綺麗な布で拭いていきます。続いて瓶を用意します。 900ml の瓶に 130g のグラニュー糖を入れます。
そしてホワイトリカーを 470ml 入れます。入れました。あとは果物を入れるだけ。さっきグアバの皮をしゃぶってみましたが、なんだかえぐみがあって果実酒に良い影響を与えなさそうなので、今回は果肉だけをスプーンですくって入れることにします。はい、液面が上がりました。はい、このようにしてグアバ酒の仕込み終わりました。果肉自体の香りがかなり強いですので、ホワイトリカーにも結構染み出すのではないでしょうか。試飲の時が楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これで今回の動画を終わりにします。